ちは、スパドリのフェザーです。はい、さあ今回はエンダーパールキャノンを紹介解説していこうと思います。よろしくお願いします。さてさて、まずはですね、エンダーパールの性質を知っておこうということでして、ソウルサンドの上に水を、水源を配置して、で泡をね立てている状態の場所にエンダーパールを投げますと。はいはいはい、まあまあ浮きますよね、という性質を持っていますと。今の性質を利用して、でこうやってね、縦に長く掘ってやれば浮いてくるんですが、蜂蜜ブロックをね使ってやることでゆっくり落とすことができるんですね。こんな感じで、まあ、これを利用してこのキャノンにエンダーパールを浮かせてるわけですね。でもう一つ説明しておくべきが、TNT の爆風についてですね。 TNT を爆破させると当然ドカンと周辺が破壊されるわけですよね。ですがね、 TNT が変な方向に行かないように、ずれないようにブロックを配置してやって、この水のね中に TNT を落としてあげることで爆風が無効化されると、まあ、その性質を利用してね、装置が壊れないようにしていますと。ここにあるポータルはですね、チャンクローダーでして、こいつが止まっていると発射されましたが、さあ反応はしませんよね。近づいていくなり、はい、ですね、このシミュレーションディスタンスをね大きくしてやることによって、はい、反応しました。実際はキャノンを撃った時ですね、こうやってチャンクローダーをね設置していかないといけないと。ましてやチャンクローダーは設置したチャンクからプラス1マスしか読まないんですね。ここからは読んでくれないので2つ連結させてるんですね。こういうここまでネザー側でも調整してポータルを設置する必要があるので、まあ、まあめんどくさいということでして、そんなややこしいことを考えずに脳死でやっていこうということで、さあマックス出力の TNT を発射して、いいね、今のはすごい飛んだよ。まあ当然反応しないんですね。なので出力を下げますTNT を一個一個抜いていくというね、アナログな方法で、はい、一個出力を下げて打って、でまた出力を下げて、はいはい、はい、打って、もう一個下げるか、はい、反応はないかな。あ、反応した。あ、もう一個来た。はいはい、来た来た。はい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 、ということで分かりましたかね。今 TNT キャノンを出力を下げていって撃つことによって、転送されてからまた再読み込みされますね、その位置からね。じゃあ読み込まれた瞬間にエンダーパールがあらかじめ止まっていた、この位置で止まっていたエンダーパールが動き始めて、 1,2,3 と3連で到達したわけですね。はい、というね、使い方ができるエンダーパールキャノンでした。さあさあ、こいつの作り方ご紹介しましょう。まあ、そんなにね難しくないんですけど、まずソウルサンドで泡袋が出る水をね用意したんですね。なので囲ってあげて水を流してやると。じゃあここがね泡袋が出てくるので、次がね TNT のキャノンのディスペンサーですよね。ディスペンサーは、ほいほい、ここが TNT の落下位置です。これ TNT がこう浮いてくるイメージですね。なので、ここに水を配置してやれば、爆風がなくなりますね。
で、ここにブロックを置いてあれば、TNT が前に飛び出ることを防げるので、ここにもブロックを置いておくと。そして、蜂蜜ブロックをここに置けば、エンダーパールを投げ込めるよと。あとはディスペンサーを囲うように配置していきます。ここは、発射口になっちゃうので、ここにブロックがあると、エンダーパールが引っかかっちゃいます。なので、開けておくんですが、流れちゃうので、看板で止めておきますと。そして、次は回路ですね。回路はもう、あとひたすら、この、6つのディスペンサーをつなげるだけ。ブロックを置いて、このブロック自体をレッドストーンブロック扱いにさせるために、こうね、入力しますと。で、上にも回路がつながるようにして、ほいほいほいと。あとは、このブロックに、こいつ自体が、動力入るようにして、置けば完成ですね。全部に、すべてに TNT を入れまして、そして、一旦起動してみると。で、壊れないことを確認して、できたら次、エンダーパールを投げ込んでみましょう。はい。ゆっくり押していく。んで、さあ起動してみたら、はい、よっしゃー。さあ、16チャンク。はい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 。はい、到達という感じです。さあ、みんなも、エンダーパールキャノンを作って遊んでみてね。バイバーイ。